はい、ではこの吊り橋を、渡ってみたいと思います。ちょっとね、滑るんですよね。怖い。おお、結構揺れますね。はい、いい感じですね。こういう音。下はこんな感じになってます。いいですね。紅葉が始まったばかりで、まだこの辺は色づいてませんけど、はい、ではここはね、熊野古道に行く途中の吊り橋、何だったっけ、龍神橋って書いてあったかな。他の方も見えてます。はい、こんにちは。滑りますからね、怖いです。そういう感じにの吊り橋です。はい、帰ってきました。道の駅のね、龍神という道の駅にある吊り橋です。はい、それではまた。